はですね、3年ぶりに日本へ一時帰国します。めっちゃ楽しみなんですけれども、今からですね、日本の人にお土産を買いに行きたいと思います。ちょっとですね、やっぱりお土産って言ったらティーファーチェだといろいろ買えちゃうので、前から行ってきます。結構人いますね。やっぱりティーファーチェはこう可愛いものがあったりとか、美味しいものがあったりとか、おすすめな場所ですね。街並みもすごいこう綺麗なので、レトロな感じで観光をしながらお土産を買って、やっぱりティーファーチェはいいですね。お土産っぽいお店がありますね。ガラス屋さんですね。奥から取ってくる。ガラス身の一口サイズです。これ焼かなくてもいいし、このままもう蓋を開けて食べれるんですよね。5つの家族、父とも、あとお友達、ママ友とか、あとお仕事で久しぶりに会う人がいるので、その人たちに買っておこうかなと思っているので、5個買います。買いました。お土産にします。ハラスミ多いですね。結構売られてますね。おしゃれなカフェもあったり、いろいろあります。漢方食材が多いんですよね。ティーファーチェといえば漢方食材の街ですね。問屋街みたいなところですね。男性の方にはこれがいいんじゃないかな。こんな感じに選んだんですけど、これ、この5個を使います。この一番普通のエコバッグが実は一番可愛かったりするのかな。この両さん編みのポーチがあるんです。すごい進化されてますね。中が超可愛い。99で安い。可愛いね。腕箱だ。可愛い。これいいね。使いやすいね。こんな感じ。やっぱ両者編み系は可愛いですね。この。1人分ですかね。肉まん1個見せるんですけど、超かわいい。これで80分なんです。セイロもいいですね。でも好きなんですよ。弓矢こういう感じ。
私200元なんかデトックスウォーターがあるんですけど、めっちゃ可愛い、すごい可愛い、色も可愛くていいですね。マルちゃんの詰め合わせにしたんです。可愛いですね、アミちゃんみたい。なんかマンゴー、ドライマンゴーもあるんですけども、すごい量が多い。すごい買っちゃいました、はい、これを日本の親戚の皆さんやお友達に配っちゃいます。はい、今日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。バイバイ。